はい。はい、すいませんでした。じゃよろしくお願いします。沼田先生、まだミュートです。沼田先生はまだミュートみたいですね。あ、ごめんなさい。これでどうですか？聞こえます。いえいえ。はい、聞こえます。いえいえ、全然。はい、こちら、すいません。こちらが悪かったです。はい、こっちのせいです。船漕ぎ体操ですね。65度、65°ですね。1、2、3ですね。しっかり。45°ですね。はい。ここにしっかり意識して、はい。えい、ほう、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 えい、ほう。大きく気象を張ってください。
はい。じゃあ、いきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、います。えい、ほう、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 えい、ほう。大きく。はい。じゃあ今日、ちょっと飽きましたんで、ベーシックのステップですね。ベーシックステップ。Since we've just begun the year, we're going to review some basics. A タイプですね。A タイプ、今日のメンバーはもうベテランなんで、正面ですから。Today, members are all veterans. We're coming in from 正面。はい、変身ですね。しっかりこのラインを注意して。で、手形なので結構ずっと待って。Really pay attention to the line. And you can use your hand blade. こういう形ですね。This form. こういう感じになりますね。ゆっくりでいいですよ。Like this. And slowly is fine. じゃあこっち、まず右足出していただいて。Let's start with the right foot forward. で、相手が打ってくるタイミングに合わせて、で、スッと入る。So when they come and hit, we adjust to that. こっちスッと入る感じでね。そのままスッと入っていただいて、チェンジです。And then change the hand. 今度は反対側になります。Now the opposite side. 横目のね、正面のイメージです。スーッと入って、They come to us with 横面 or whatever. しました。で、attack. そのままスーッと持っていくようなイメージです。And then swoosh, we come through. ね。こんな感じですね。まず横面。打ってきました。懐に入って、切り上げるようなイメージです。And then the image of cutting upward. はい。次は B タイプですね。B タイプ。Next is B type. B タイプ。B、どちらかというとこうスッと入って B タイプこう四方投げの。Strike come. 片手の四方投げのイメージ。はい。片手で取りました。四方投げ。それを they come to take to grab the wrist. 転換して上がって。Can you 転換？この時にこのラインだよね。ラインをしっかり。And at this time we follow this line. これであれですからここ少し前ですね。半身です。半身。His back foot is a little bit forward. We're in 半身。はい、今度は反対側ですね。こちらの手を取りに行きました。Now the opposite. スーッと。そして、はい、スッと吸い込んでます。吸い込んで、吸い込んで、吸い今度は C タイプ、いじみ投げの、いじみ投げのイメージでいった方がいいですね。C タイプ、いじみ投げの。Let's do C type in the image of いじみ投げ。イメージ。スッと入る。しっかり切り込んで、そして切ってくれます。何を切ってくれます。手が回難を返します。この時もこのラインでね。ラインで足ります。And this, at this point also we're on this line. 今度反対側ですね。この時は半身で構えて向ける。半身で構えていて、はい、we're in 半身。スーッそのまましっかりです。きれいです。OK。では今度、杖を使ってやりましょうね。今度は杖でやってますから、杖で。Now let's do it with the 杖。杖ですね。この形で、で、
この手の持ち方ね、これから、この手から転換するとき、こういうふうに手を。When we do tenkan, the hand changes. 転換するときに手をこういうふうに持ち替えます。When we do tenkan, we change like this. ここがポイントです。This is ここで、例えば右足が前に出たとき、スッと変わります。Right foot forward.スッと変わる。ここがポイントです。で、本来はこう打ち込んでいきたいんですけど、壊れちゃいますので、下へ行きましょう。下へね。下へ行きましょう。Let's do the lower strike. で、しっかり振り返って、そのままついていきましょうかね。こんな感じで。We can turn and strike like this. いろんな形が入りますね。There's various things we can do. この方向 the same side. この方向ですね。あ、こうか。ごめんなさい。こう。This side. こうか。この方向ですね。で、スッと変わります。ね。スッ。で、振り返って、つく。これはちょっと半身なくて、これ、入り身になりますね。ついてますからね。で、ラインは、前ね、うまかったね。いいとこ来ますね、手がね。ここですね。Everybody's looking good. うまい。これは、上の形と全くそれは同じですね。非常にうまいです。びっくりしてください。Same as the 上型 and he's so surprised that we're doing so well. これは応用編ですね。実際に合気道に応用していきます。ここでスッと出て、スッと変わります。はい、スッと出ます。はい、で、変わって、うまいなぁ。いや、うまくなりましたね。みんな腰が下がってきましたね。You guys really got good. And everybody's hips really dropped. うまい、うまい、うまい。いやいや、肩のあれが出てますね。じゃあ今度は、B タイプですね。下がりながらの形になりますね。はい。Now B タイプ。B タイプです。じゃあ今度はスッと出ながら、こう変わって、しっかり変わってますね。で、振り向いてますんですけど、これでは面白くないんで、ここから前に出ながら打って、はい、変わりながら、で、しっかり。And then as we turn. いろいろ応用です。もう一回同じ方向いきますね。同じ方向ですね。Let's do the same side. 打った。はい。それから、ストライク。ですね。で、しっかり。このポイントになります。で、今度は足反対ですね。足反対になります、ね。Now the opposite foot. はい。打ってきます。打ってきます。はい。で、ここで変わりながら。変わりながら。Then as we turn, この時はもう意味ですね。And this time also is Irimi body. これは上やってきた応用ですね。すべて応用になります。もう一度じゃあ反対側行きます。B タイプですね。B タイプで上を使っています。これは膝を打ちました。はい、これで返しなし、ストライク。返してしっかり。Knee.非常にうまいです。じゃあ今度 C タイプになります。C タイプ。Now C タイプ。C タイプですね。うん、はい。上に本当持っていけるかな。持っていけるようであれば、これは順手でいきたいですね。Mm-hmm.Wonder if you can take it above and we'll use Juntai. やはり引きながら、でしっかり。いろいろ応用するのも面白いと思いますのでね。で、今度は反対側ですね、左手の前ですね。こういう形で、スッ。ですね。で、スッと変わりながら、
とてもみんなうまいですね。いや、うまくなったわ。Everybody's really good. You guys really got good. うまくなったわ。応用がすぐできる。今やったのは全部型の中に入ってる応用ですよね。今までやった型の。So the variations we've done so far have all been according to a sword. ほんで、こうやって応用していくのが一番。型はあくまで型なんで、今みたいに合気道の応用できるっていうのは大事ですね。非常にうまい。So to be able to do different variations is the most important thing. もういろんなやり方だが、A タイプでもいろんなやり方ありますよね。もう本当に足、even in A type, for example, 足持ってってもいい。You can do various things. You can do that. 逆手で入ってってもいいし。Or you can do this with sakate. で、変な話けど、逆手の場合なんかこう変わった時にこういうふうにこう少しこう受け流しにしてもいいですね。逆手でここで After that you can do this and this. この辺はちょっと自由にやっていいと思いますね。I think it's fine if we move freely. 結構難しいかもしれませんけど、例えば逆手で打ちました。Pretty difficult, but ね。で、こちらがあって、こちら側のサイド打ってきたというか、サイドイメージですね。で、こう。Then if we come back here. こういうイメージ。で、今度は反対側ですね。反対側も逆手で打ちます。で、はい。転換しながら。And as we do 転換。転換しながらですね。これも非常に As we're doing 転換いいですね。はい。こういうこともできます。We can do that as well. 最初から受け流しにしていう形もできますね。From here where we go. で、振り返ってこういうこともできます。これでテープになりますね。Turn and do that.That's fine too. いや、要するに応用編です。いろいろやってみてください。A タイプでだからって同じ形じゃなくて、例えば、Let's try doing various things from A type. いきなりこう入って、こう入りますね。それから足を打つときに、この左胸でこう止めてこれをやってますけど、もう一つこのラインへ持ってくるっていうのもあります。こういう形。And you can do it like this too. When we strike to the knee, ここ you can bring that hand over here as well. This is okay, but this is okay too. 今日道場では実際に打つことをやってます。こう。So we're doing strikes. こう持たしてて、持ってて、実際にこうやって打つ練習してます。その時に、これはこれでタイミングいいと言うんですけど、ここまで来るとかなりもうちょっと効いてきます。And if you bring it over here,このラインへ it's more, even more powerful. この場合は右手が、so you can bring your hand to this line. このラインまで持ってきちゃいます。こういう形ですね。この反対側、ここまで。実はこの方がね、当てた時に強いっていうことが分かったんですよ。そっちの方が。So it's the difference is just that this way is much stronger.ただしこれこういっちゃうのまずいのでしっかりここでこのラインでしっかり止めてくださいこうなんない、ね、comes on to this line. これもありますあってもいいと思うねこうはしっかりこれもちょっと、so、this way is fine, but 見てください、so please try this one too though で特に滑らせた時はこちらの方がいいですねSo when you're coming around, then I think this one is better. で、
この状態から持ってくるときは胸のこちらの方がいい。From this situation, then this この状態からこっちはよりもこの状態で寝るときは左胸の方がいいよ。こっちの方がね。This one, this is better. 滑らせる。スライディングさせる打ち方だと、スライディングさせる打ち方だとここの方がいいですね。打った感じでは。And when we slide the hand, I think it's better to bring the top hand over here. でスライドさせないとき、この打ってそのまま前に。You're not sliding the hand. ここの方がいいです。This is better.スライディングの時はこっちの方がね、こっちの方がピッてきますね。When we slide it, this is better to bring it over here. こっちの方が。Instead of that, 当たった瞬間の打撃力が違います。強いです、そっちの方がね。で、よくわかんないね。こっからこうした時に、突き出す感じが欲しいので、こうなるとちょっとこういうふうに突き抜けちゃうんで、こっちではこっちの方がいいですね。こっちの方が。2つ、スタイリングの時と2つ打ち方が。There's two types of strike. Two types. じゃあちょっとじゃあ、まあ、また上のあれですね。上の型をやりましょう。で上をやる時はしっかり。So now let's do the 上型。上に対して。Oh, sorry, bad translation.はい、でしっかり90度ですね。90°。スタンディングポジションですね。立った姿勢をこの姿勢をしっかり作ってください。ね、ネックポジション。この姿勢をしっかりピシッと作ってください。これね、スタンディングポジションと。英語で、まあ、立った姿勢、日本語では立った姿勢ですね。でも、英語のがいいですね。スタンディングポジションです。スタンディングポジション。日本語だと立ち姿勢としか言いようがないので、英語の方が非常にいいですね。で、これでニュートラル、あれですね。で、日本だと、Now we're in a neutral position. ないですね。まあ、一応。構え、最初の構えとしか言わないですけど、これニュートラルポジションですね。構えてるわけじゃないですね、実際はね。で、そのままの状態。それでしっかり、This is not 構え。Japanese don't really have a word for it. こう入ってきます。で、喉ですね。で、このポイントですね。こちらの手がお腹より前。イルミラインですね。On the eating line. うん。ね、ね、ね。はい、で、スッと引きます。したら、後ろを敵を見て、しっかり come back。うん。必ず目はまっすぐですね。で、しっかり見て、これは今までと同じ、こちらで。ここですね。This one will come here. で、スッと。それで、そのまままっすぐ前に。Straight forward. で、スッと引きます。後ろ見て。そしかんだ。で、これはこのまんまこう来ますか、しっかり。とこですね。になります。これここですね。はい。で、今度は手を変えて、しっかり手首を返します。Hand changes. うん。で、よけてスッとこう返す。手を変えて、このままペッ、ここですね、このライン。This line. はい。で、手を変えて、ペッ。Change the hand. 手を変えて、ペッ。ここですね、しっかり、仕込みます。はい。で、スッと。で、順手ですね、このラインですね。順手。順手、スッと。はい、順手です。この順手ですね。しっかりこう準備します。はい、今度は逆手です。
下がってですね。下がってね。ゆっくり。はい、下がってです。下がってね、ここですね、このライン。はい、で次です。次はちょっと変わりました。ちょっと少し、マイナーチェンジ。Next is a little different。ここですね、こっちで、これ。このラインです。さっきはこうでしたけど、このライン。Before we did that, but now it's this. で、スッと下へ返して、やいこう、このライン。このライン。こっちでしっかりね。このライン、今、まっすぐになります。こういうライン。二つね、こっちとこっち、二つ作ってください。こっちの方が、in this case, put it here. 少し入りますね。ここで、ちょっとこう、ここまで来ます。同じ先端、ここまで来ますけど、ここまで。ね、今度こう、スライディングの方はそっちになります。Bring it right to here. When we slide the hand, let's bring it there. じゃあ、ワンモア、もう一回やって、今日は終わって、この刀に変えます。Once more. One more time.これで、スタンディングポジション。はい、ニュートラルポジション。相手を見て、エナミールキング、セット、1、セット、エナミール、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。あ、ごめん、こっちでね。ごめん、15。はい、16。うまいね、みんな。すぐチェンジできるね。はい、そうなんだ。いいですね、ベリーグー。本当にベリーグーですね。はい、じゃあ、ちょっと、行で今度、初め、最初の今度、また今度、僕とか勝たないよ、ね。No. ごめん、これだ、ね。逆になっちゃう、ね、必ずここへですね、こうなんないでここへ、帯のところですね、脇を締めます。For sure, put it up to the belt. まあ、あの使ってるときはこうなりますけど、こうやってやるとこことは違いますね。この違い。これの。It's this difference here, not like that. まあ大変ですけど、あのまあ普段的にはいいんですけど、ね、一応やるときはこうです。でしっかりこう。はい。それじゃあ、難しいのでもみんな上手くなってますんで、まず一文字切りをね、少しやりましょう。It's a little difficult, but everybody's gotten so good, so let's do 一文字切り。すり足ですね。One. It's a sliding foot. すりてきます。ここを切りますね。すりです。
で、あんまり来ないで、これはもうちょっと、まっすぐ。straight。で、スッと持っていきながら、もも。で、横ちぐりでいいでしょ。これ難しいです。これは45度。刀はストップ。鞘。This is at 45 degrees. 鞘ないから難しいかもしれませんけど、こうですね。刀ストップ。鞘です。ここは、す、鞘入ってきた。そういうイメージね。うん、もう一度行きましょう。One more.One, two, three. 刀はストップです。これの刀は45 degrees. At 45 degrees. 肩を引いてグッ。はい。さや。ゆっくりです。And then これ45度、45です。45度。This is still at 45 degrees. つばが、つばが真ん中にあります。つばが真ん中ですね。And the handguard is right in the center. 1, 2, 3, 4, 最奥。About two fists away. で、1, 2. で、つば、センター。で、それから、then 今度は塚頭、これね、真ん中がセンター、センターね。うん、now this センターね、center the butt 変わります。切り下ろしもものすごく皆さん上手くなってるんで、とてもいいですよ。ここ Everybody got really good at 切り下ろし。まあ、こういう形ですね。非常にいい、こうじゃなくてこう。左手スポン。Not like that. うん、この手が、グッ。左手だから、This hand pushes up. Left hand. Right. Left. Left hand ですね。Left hand. 左ですか？左。Left ですね。Left hand up. はい。みんなこういう感じになって水平になってね、アップして。People always do it horizontal, but it should be tilted with the left hand pushing up. 切り下ろしですね、大事です。Push the left hand up. 切り下ろし is very important. ここに、ワングリップですね、ワングリップ。で、つばがつむじの上。つむじって何だろう。The crown. The crown of your head, the spiral of your hair. これちょっと前で。Right above you, the spiral of your hair. 下げすぎダメね。Right. こんな感じ。Just above the spiral of your hair. 下げすぎもダメねっていうのは、下げすぎちゃうと頭が開いちゃう。So if you go back too far, your head is open.これがいいじゃんだけど、これをやっちゃうと頭ガラガラになっちゃうんで。ヘッドセット。よく興奮してるけど。So、cover your head. No good like that. ヒットこう、この位置ですよ。この位置。Right, just like this. Triangle. Just like this. The arms make a triangle. で少しか、こうはだね。軽く、ソフトにする。そうですね、ソフトライム。で、座りの場合は、ね。切り下ろしですね。切り下ろし。This is called 切り下ろし。次は、切り上げ。切り上げ。Next is 切り上げ。下から切ります。ここが全体逆走。Cut up from above. ここからここへね、行きます。
切り上げ、まあ2つあるんですけど、とりあえずここを切るやつとここから切るのと切り上げ、ここを切る場合はここを切る場合は少しこうこう like this、 こうやってこうちょっと刀が上にちょっとこう、ここからこう上に向きます。The sword is facing up. 刀がこういうふうに、こうやってるところのここへ切るのと、It cuts here. ここからこういうふうに切る。ここから下から切るのは45度。刀は45度です。We do 45 degrees. で、This angle should be 45. ここ切るのと少し上向きます。ここね。And it faces upward. The place that we're cutting is different. 切り上げてる。今回はここからここへ切っていきますね。So we're going to cut from here to here. 相手のこっちからここですね。ここのライン。ここからここへ。相手のここの。This line here. このラインを。This is where we're going to imagine. ここへ。ここへ。切ってくるラインになりますね。This is what we're cutting. これを下から、アンダー、From below. アンダー、下から行きます。で、行きます。ですね。で、信じて、用意。はじめで、1、2は一緒です。この時まだ上向いてますよ。刀上向いてますよ。ね。Sword is facing up. だんだんこうなりますね。グラデーションです。And then it gradually turns like that. できますね。1、2ってこういうイメージ。こういうふうになります。Like this. 14.5 ですね。14.5 degrees。ひっくり返って14.5 degrees。It turns 45 degrees this way. 切り上げ。この時、ショルダーは平らですよ。And the shoulders should be level. これはもう3つのあれですね、ラインですね。ショルダーライン、スパインライン、足のラインですね、そのライン。ここからは1、2、この時ラインが平らです。はい、まあ、足をで、ここで袈裟が出てきました。袈裟です。これは半身ラインこちらの手ですね。半身ライン45 degrees line. はい、shoulder まっすぐ。See. The shoulders are straight. これはこの形。この形。Enemy look. Face look. Enemy face look. Look at the enemy. で、倒れたから、Good. ここで Enemy face look. スッ。今度ダウン、ルッキングダウン。エネミー倒れるので。で、シュールの。エネミー falls, and so our eyes drop. ここから少し下。これダメ。Just a little. Not like that. ほんのリトル。Just a little. ぐわーっと。これはですね、まあ。見てます、ルッキング。ダウンを引っかかる。Once more. ですね。1、2、3。はい、す、正面向きます。足は次足中です。次足ですね。あんまりいいよ。後ろ足、次足。で、はい、焼いてライン。これ難しいですよ。切先はこの高さ。ここはここの高さ。
And the tip of the sword should come to the height of the knee. そんで、はい、正眼、足、バックフット、ストレート。手は、ストップ、バックフット、腰上げ。Okay? Now, just move the back foot. こういうふうにやってるのよ。足が回って、腰が、こう、腰が、グーッと。こっちの手はストップ。The lead down. 大体ストップね。見てきて。The need to move. こうですね。このハンドストップ。半身。半身から半身。45 degrees. で、これストップ。The lead the hand there. ストップね。足がまっすぐ、ストレート。ですもんも。Foot is straight. こうですね。こうやってこうね。で、この手はストップです。こうなるからまっすぐ、まっすぐ。こういうふうに。で、ストップ。もうとっても難しいですよ。Very difficult. 切り終わった時に正しい位置にないとできません。OK. Basic point. ショルダーまっすぐ。Shoulders are straight. で、ワングリップですね。ベビーボタン。こうなります。The belly button. OK. じゃあ、ワンモア。切り上げ。これは、逆下さじゃなくて、切り上げっていう切り方ですね。それから、下さがあります。下さの反対をやりますね。逆下さじゃないですけど、切り上げは。そうです。下から切って、下さが going up。2つ入ってます。2。So we cut upward and then we cut down. 2 cut to side. 2 cuts. はい、いや、位置について、よーい。始め右、左手、エナミー、ルッキング、なる、はい、す、はい。の、目は下がる。はい、ストップ。足をバックしますまっすぐ。気を送る、斬新。気を送ります。気です、気。斬新。Send your fear and keep your mindfulness. 倒れてる時、斬新。When they fall, ゆっくり斬新。斬新。気です。ここです、今度来たから、次の月。And then you can bring your eyes up.すり足。すり足でもいい。すり足、スライディングフォー。みんな重くなってきたね。これが切り上げっていうやつ。切り上げですね。This is upward cut. で、今度ね、ちょっとめちゃめちゃ難しいのやります。多分みんなならできるかもしれない。Now let's do one that's really difficult, but I think you guys can do it. 名前はキサギがいしています。とても難しいです。周りが近い。キサギ。うん。打ってきます。相手が close。エナミーがガッてきます。それをちょっともうちょっと上。When the enemy is really close, comes with a strike like this.ちょっとね、少し今回は敵をピッコムによけます。で、当たったのすっとよけたのこう、こうやってガーッて。And once it's blocked,
ここの目の前の敵をここをえその時にですね、あら、これ上げすぎちゃったな。上げすぎちゃった。ごめんね、足大事なんだ。It went up too high. Oh, the camera went up too high. 上げすぎちゃった。実はとても難しいっていうのはこういうことだ。こうやってね。It's really difficult. こういう足になります。ここに、こうなります。90度。これが90 degrees。こうやったんで、ぐーっと切りながら足が90度。And as you cut, これ、とても難しい。後ろ足はこうなってます。Really difficult。こうなってます。で、入り身です。入り身です。And the body is in 入り身。入り身です。で、刀はこれだけ。Okay.Hold the sword like this. こうじゃなくて。Not like これだけ。that. こう。But like that. Like this. こう。こう、こうなります。こうなります。こう切ります。こうね。こう。これの、切っちゃうよ。これやっちゃうと、こうやっちゃうと、くそっと切っちゃうので、必ずこう。If you do it like that, you'll cut yourself. Absolutely make sure you do it this way. で、持てなきゃダメです。持てなきゃ。And you've got to be able to hold it. まあちょっと僕とも難しいと思うけどね。こう。It's difficult. 切っ先ね。これだけ。うん。僕とも難しいかもね。もとはね。ああいううまいじゃん。あれ。It's a little difficult to hold the ball. もちろん。手は揃えます。これもダメ。これもダメ。That's no good. Fingers have to be together. そうですね。親指はこうです。切り方。うん。じゃあ、よかしたら、すっとよかしたら、上からグーンって乗って、足が、腰がグーン、これが、グーン。And the hips drop. で、グーンっていう音は、英語では何て言うのね。日本語では、ドシッドシッ。で、指になってます。さあ、次も難しいですよ。次も難しいですよ。指、これ指を落とす。ケースが多いのでね。Next one is also difficult. このやはり入り身ですから入り身ライン。で、今度は今こうなります。指でつきます。And now the hand is like this. くってきます。で、ここで押してます。こうなってますね。こう切ってこうなってますね。そして今度は手をこうやって手をこうです。これは大体水平です。で、この手はここに。This is basically level. And this hand is here. 相手を見てます。で、手がこういうふうに。Look at the partner. これでつくんです。And the hand goes like this. これ、つくイメージね。こうなります。その時に手が外に反ってます。これ入ったの。こうなってます。横から見るとこういうふうに見えるけど、手は刀に対して外に、サイドに、アウトサイドに、アウトサイドに反ります。インサイドの指なくなっちゃいます。カットしちゃうので、指はこう。You'll lose your fingers. 頑張ってください。こう反りますよ。ノーよ。これノー。This is no. Not like that. Outside.
アイサイド、アウトサイドに、インサイド、インサイドアウト、インアウト、アウトサイド。で指で、バッ、そういう意味で、バッ、とっても難しいよ。難しいよ。It's really difficult. ぐんってこうなって、ただ、この、ほいって出してないよね。バッ、で、手は、手は入り見せ、入り見ない。入り見ない。そんで、入り見ない。で、切っ先はここ、相手の女が。スイミスって、ここの高さ、ここね。これ。It's to this height. そうだ。ちょっと難しいけど、頑張ってこれ、切り方。A little difficult. ベーシックではないですか。Try hard.これはベーシックではないです。うん、これはホーキ流の技です。ホーキ流ですね。ホーキ流という。いきますよ、頑張りましょう、じゃあ。はい、トライ。Try. Please. 始め。One, two, three, eight. 手首返せよ、これ。マジよ。手首返して、うん、手首返して、ぶっ、ぶっ、こう。Return the hand。これダメね。ストレート。L字。肩のショルダーの前。で手首返す。返す。Return the wrist。こんなりますね。こう。出す。この肩からまっすぐ。こう、shoulder, straight out. ちょっと刀をこう持ってきます。こう持って上から。Now bring this sword like this. From above. Yeah. 難しい動きしてね。これも入り身ですね。ほぼ入り身。足のラインは入り身ライン。入り身ラインです。Footline, 顔はひっくり前。Feet are on the hitting line. この後ちょっと難しいけどね。刺さってます。ここまで来た。まあこれはいいや。ゆっくりでいい。あんまこう。手首がこうよこう The wrist goes like that. ここをクッとこうここをクッと返してこうクッていうここを返してこう抜きながら手首を返しちゃうこういう動きですでこれストレートはダメね。ここは LG、L です。L、Not straight、うん。ここは L ですね。L。No。L、L ですね。L、LG になります。そう、OK、OK。No ね。そうそう、OK。OK。ワンマー、ちょっと難しいけど、最後、ラスト。切っ先返し、ちょっと難しい。とても難しいです。こういう切り方があるの多いですね。はじめ One, two, three. ね、はい。これから、うん。で腰の高さは全部同じですね。合気道もそうです。The height of the hips is the same. 基本は同じ高さです。
この高さは同じです。Basic is with the hips stay at the same level. 日本のあれはみんなそうですね。相撲もこういうのが基本ですね。腰の高さ一緒です。Even sumo wrestlers keep the hips at the same height. 入り身の時でも一回触ったら同じ腰の高さです。Same with Aikido. 刀も一緒です。Hips at the same level. 一緒です。まあ、ほとんど日本の武道はほとんどそうです。あの芸事っていうんですね。歌舞伎もそうですね。It's mostly so. And Kabuki is even the same. そうですね。まあ、もちろん上下することもありますけど、基本は水平で動きます。Basically. じゃあ、最後、一番最初にやった水平やって、はい、これやって、これですね。やりましょう。うん、Let's do that. 最後、まず、スタンディングポジション、これは、スタンディングポジションですね。しっかりこう、姿勢を整えます。です。よし。今度、腰が下がりますよ。ワーンって、実は腰が下がりますね。で、ツー、The hips are low. 低いのね。低いのね。ツー、これは、相手の、ここですね、ここへ。And this comes towards the partner's throat. はい、しっかり出して。低いのもですよ。すり足です。じゃあ終わります。刀は、今日ちょっと難しいのやりましたけど、みんな結構それなりに格好になってますね。We did just, 結構出来上がり、出来上がりますね。Really good. ね、両手しっかり Last year. 日の流れをしっかりやりましょう、うん、あで上合気道のあれは上の方は方なんですけどすごく大事なのは早くやるんじゃなくて One really important thing. ぐーっこっから乗っていく Not to do it fast.じゃあ、セダン、セダン、行きましょう。全体を。本当にす気持ちが悪い。はい、よし、一回行こう。はい、じゃあ、ゆっくり。指先回り気持
はい、終わります。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you very much. Yes. リアさん、はい。今度ちょっと合気道であんまり重視されてない部分なんですけど、作法が、作法、マナーですね。作法。あ、英語で言うとマナーになると思います、はい、イギリス的な感覚でいくと、うん、例えば座り方、セナの座り方とか、はい、袴の使い方、はい、袴さばきって言うんですけど、袴さばき、うん、あと礼をする時の袴の使い方ですね、座る時にこう使ったり、あ、そう使う、はい、その、はい、マナー的に、うん、とか、例の仕方ですね、はい、とか所作、はい、所作って言うんですけど、動きの細かい動きとか、礼儀の技ではないんですけど、はい、そんなのもやるとすると、はい、今度袴履いてやるケースも出てくると思うんですね、うん、はい、はい、He's talking about teaching us manners、うん、で、このメンバーなんで、まあ、新しい人入ってきたときは難しいかもしれないけど、このメンバーだったら多分袴履いてやった方が、今度は足の動きも みんな見えて分かってるので、この全体の所作も技のうちなんですね、はい、自分は、うん、はいはい、もうそう思ってます。だからすごく相手をやるときもメンバーのときなんかも所作をすごくうるさく、うん、だからでも、はい、お互い気を合わせて礼をするというんだけど、実は、こういうことがあります。はい、後稽古やって、で、うん、私が投げました。で、投げた人。はい、で、じゃあ、ありがとうございました。で、顔を上げたら、その人いないんですよ。はい、ん、もう一回。次ってお願いします。顔が？お互い礼しました。で、私が礼して、はい、戻したときには、この人は立っちゃって、他の隣に行って、お願いしますって言ってるね。ああ、失礼じゃないよね。はい、はい、失礼。うん、失礼ですね。失礼ですね。はい。うん、はい、っていうのは、もう、パッと上げて、頭で下げれば礼だと思ってる人。うん、うん。よくありますね、そういうのは。礼なんだけど、そうじゃない人、多いですよ、はい、意外と。駅外特に多い、うん。多いですね。うん、ああ、面白いですね。うん、で、盗礼もする人いないです、はい、ほとんど、うん、僕と思ってね、むしろリアさんのところの道場の人たちの方がきちっとします。まあ、うちの道場もちょっと今うるさく言ってるんで、はい、ああ、はい、guys, he's saying that he's giving different examples あ、ごめんなさい、インターネットがちょっとダメでしたけど、うん、じゃあいろいろなマナーでちょっとやってみたいなと、このメンバーにはちょっと、はい、分かってもらった方がいいかなと、うん、はい、面白いと思いますね、うん、はい、He's talking about, you know, like when we sit down, how do you handle your hakama and bowing properly and the timing when you bow to your partnernot just an empty bow, an insincere bow and run away, and things like that. いや、同僚の人って、僕とやりますって言った時、僕とんでこうやってやってきますよね。こうやってやりますよね、必ず屋さんの同僚の人。うん、僕との時。僕とってって、じゃあ、はい、ちょっと取りに行って、そういったら取った時に、やってますよね。はい、気合いほとんどやってない。僕とってやったら、はい。あ、そうですか。うん、おかえり。ああ。だから、リアさんの道場の方が、はるかに上です、はい。精神的に上です。
ここのね、マナーとしては上です。マインドはずっと上ですね。はい。あ、そうですか。そう思います。はい、I think he's saying, that、one example is, for example, when he came to my dojo, we all got our swords. Well, we picked up our sword, we bowed to O-sensei, and then we went.To stand where we were standing, he says that in Japan, most or at least in AKI Japan, everybody's forgotten that they're not doing that. So our dojo is doing well in that regard, but he wants to help us even more and teach us this stuff. とても面白いと思います。教えてる人がちょっと悪いんだと思うね。武田先生、馬をちゃんと真似してないんですよね。あと先輩が古い人が先輩がこうやってないですよ。先輩とも5段ぐらいの人がね、やってないですよ。はいっつって、He says the fourth and fifth dons aren't exemplifying this properly in Japan. Yeah. はい。まあ、火曜日、はい、ちょっと新しいスクールだったら金曜日でも、どちらがいいか。はい。はい。そうですね。万が一新しい人が、時々火曜日に参加しますね。うん、で、どういう新しい人かわからないから、金曜日の方がいいですか？金曜日の方が古い人多いですね。はい。はい、じゃあ、袴。その時は。じゃあ、袴用意しましょうか？はい、入ってください。はい。袴。入って。金曜日。So, next 金曜日は袴で。はい。OK。はい、わかりました。じゃあ、he's asking us to please wear our 袴 next Friday.He was asking, should we do it on Monday night or Friday morning? But I said, there's more chance of a new person coming in on Monday. So maybe Friday's better. So let's do Friday. He would like for us to show up in our hakama. Next Friday. はい。ちょっとこうやりましょう。で、上やっても袴履いてる方がいいと思うので、刀やりましたね。面白いですね。And if we're doing Joe, it'll be good to have hakama on. ネットだから足Yeah. 足を見てもらうためにやりますけど、この足はみんなもうほとんど分かって、つかまっちゃってるんで、この人は。He says, the three of us, we all know what's going on with the footwork at this point. We don't need to see his feet so much anymore. So he can wear hakama. Yeah. じゃあ、next Friday, hakama, please. はい。はい。あ、そう。じゃあ、any other announcements from anybody? アナウンスか。あ、はい、じゃあ、ジョンさん。いいですか。はい、ごめん、ジョン、go ahead。あ、先生、can you hear me? You can hear. Thank you. Great class. I love it when you use different weapons. 素晴らしかった。And next Wednesday, I'm having surgery, so I'm going to miss Friday class. Oh, okay. oh, wow. 来週の水曜日は、何でしたか？日本語で忘れました。まあ、病院へ行かなければならないですね。忘れました。その単語は。でも、だから金曜日はちょっと来られません。本当は残念。来週。わかりました。So we will not see you next Friday, yes, right? I think it'll be a week or so. Got it. 一週間ぐらい休まなければならないですね。はい、OK。I'll get the stitches out. 火曜日にやりますか？火曜日にしましょうか？そうだね。袴ですか？袴。OK。So let's wear our hakama on Monday night class, after all. Okay, so this coming Monday, just what, three? 大丈夫でしょうね。ドンさんがいた方がいい。Even if the new person is there. マックさんに一番伝えたいので。そうですね。AKI USA instructor たち。He would like to do this, making sure that the AKI USA instructors,are here. So we'll do it Monday, whether there's new people coming or not. And yeah. Yeah, great. Okay. Hi. Anything else? Any other announcements? Hi. Hi.
はい、はい。じゃあ、それでいいですか。日本、夜遅いですね。はい、思い出しました。It's late in Japan. 12時15分。はい。はい。はい、わー、すごい。じゃあ、今日本当に、で、最初はごめんなさいでした。はい、今日、はい、遅れて、はい、とんでもない、とんでもない。遅れます。はい、すみませんでした。いや、つながってよかったです。はい。はい。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。Thank you very much. はい。Thank you. はい。はい。